東川は岐阜県伊比郡池田町を流れる木曽川水系の河川。東川は北田川支流の久イ川に合流する一級河川である。第二次世界大戦前はかなりきつい勾配があり、流れが急で、水量の多くなる梅雨から夏にかけて、子供が流されそうなところもあった。当時は、藩の木が並んで生えていて、堤防らしいものはなかった。昭和50年代頃までは、 川の生き物も多く生息していて、夏には子供たちが泳いで遊ぶことができた。昭和の終わり頃は川も汚れて生き物が少なくなってきていた。1988年春に川に名を放流する活動を始めた。それがきっかけで東川ホタル祭りが始まった。当初は夏のホタルが出る頃の夕方、子供たちが集まって花火をしたり、東川をきれいにする話し合いをしたりと、 ささやかな子供会行事だった。現在では、出展や、打ち上げ花火、灯籠流し等多数の行事が行われている。毎年6月第2土曜日夕方実施。1992年5月25日、池田小学校の行事で、陶器プールで育てた鯉を東川に放流している。1999年には、池田小学校と池田小附属幼稚園との交流。 ようこなかよし活動でイカダを作って東川で遊べるほど綺麗になった。2020年は新型コロナウイルスのため東川ホタル祭りは中止になった。池田町東部を北から南へ流れ、池田町立池田小学校の東側、岐阜県立池田高等学校の西側を流れている。基礎参戦流域自治体連携会にありがとうございます。